皆さんこんにちは。前回もテイルズコラボの動画を撮ったんですけど、前回はショップメンテナンス中でお知らせが見れなかったんで、今回はお知らせ見ていこうかと思います。で、今回のアップデートで変わったことは、テイルズシリーズの、まあ、イベント、あとハッピーダンジョンが来て、パネルミッションが期間限定で来てると。デイリーダンジョンプラス1、あと今やってるアサルトの報酬追加、テイルズのスキルレコードオーダーとアバターオーダーが出て、あとは以下その他ですね。で、あと機能追加っていうところで、なんか知んないけど称号一覧に絞り込み機能を追加してくれたっていう感じですね。わけわかんないですね。まあ俺はなんか何に使うかっていうね、称号をね、まあ使い方最近ね分かったんですけど、まあちょっと言わないでおきますあんまり教えたくないやつなんで。キャラクタークリエイト、これキャラのメイクの、これ髪の色5つもね増えたんですね。あと限定エモーション、これボンダンスですかね、増えてますね。で、イベント予告でテイルズオブシリーズのコラボ記念ログインボーナス、あ、マジか、ジェムもらえたりすんのかな、やばいね。あとシノと一緒にスキル育成、まあこれはスキル進化とかスキル強化とかスキル育成の関連のね素材が手に入るので。なんか釣り竿でなんかあったんですね。まあ釣りランキングあったからいろいろあったんですかね。ということで、今回ね出たこのテイルズコラボオーダーからまず見ていきますか。これステップ5までなんで、ステップ5まで引いたら、あのステップ5の時点でこのピックアップのうちの、あの4つのうちのどれかが来るということで、まあ1周引き切るのに11,250ジェム必要と。でね、さっきちょっとツイートしたんですけど、これがやばすぎるって話で、まあなんかあの大吉デバフっていうのがあるんですよ。大吉引いたらなんか 10% ぐらいの確率で引けるんですけど、デバフが敵につくんですよね。まあこれは突属性の敵にっていう条件がついてるんですけど、まあこれが超やばいよって。大吉毎回当ててんじゃんみたいな。まあこれ何よりやばいのが、あのスイッチで使用し命中時っていう条件がないんですよ。スイッチ打たなくてもこれいけんのっていう、やばいね。あとはこのユージオ、あのヒット数が50以上の時、これヒット数稼いで50以上になったら、もうずっとねスイッチ打つたびに SP を常に回復し続けられると、回復し続けられるじゃなくて、スイッチ打つたびに回復するですね。これめちゃくちゃ使えそうなんですよね。ヒット数50稼がないといけないんですけど、あれソードスキルって連撃数多いやつとかやると一気に稼げたりしたするんですかね。あとちょっとね、ツイートでね、俺間違ったことツイートしちゃったんですけど、これひるみ耐性が低下って書いてあるんですよ。俺ひるみ耐性上昇だって勘違いしちゃって、これ低下なんですよね。で、これね、あのヒーリングバフがついてるんですよ。これ60秒間ね、あの3秒ごとに 1.8% 回復するんですよ、HP の。で、これ片手直剣スキルなんですけど、まあ裏セットに装備、片手直剣編成にして、で、なんか全体攻撃の直剣モッドとか、あの85層迷宮でなんかモブ狩りしながらね、直剣モッドで、で、ボス部屋に行ったらこれをソードスキルを敵に当てて、で、まあタンクの編成に切り替えて、まあこれ回復しながらタンクができると。で、まあ攻撃力が上昇する効果もあって、まあ直剣モッドと一緒にも結構使いやすい感じですよね。まあ単体8連撃なんですけど、これね、キリトとアスナが武器属性ね、残属性だけとか突属性だけとか、そう、自然属性がなくて武器属性だけなんで、あの属性耐性がね食らわないっていうのがいいですね。で、これは火と水と風と土が、あの15秒間あのダメージ上昇するバフ効果が発動しますね。これなんだろうね、あのボスでさ、今後弱点がコロコロ変わるやつ来たら使えそうな気がしますね。これすごいね、なんかスキル名がさ、なんかかっこいいね。俺テイルズわかんないんだけどさ、スプリームエレメンツとかライトニングスイング、やべ、かっこいいね。じゃあ次、テイルズコラボのイベント見ていきますかね。これスカルリーパーが、これ画像出てるんですけど、これテイルズのスタンプ、この時にもらわないと、もうこれコラボ終わったらもう永遠に手に入れられなくなっちゃうんで、今のうちですね、このイベントは。で、まあいつも通りスペシャルボーナスってことで、まあオーダー引いてこれ当てたら、まあ集会の時にね、ボーナスが結構もらえて、まあちょっと楽になるよと。まあちょっとっていうか結構楽になるのかな。ボーナスどれくらいもらえるんだろうね。ボーナスは、あーなんか高そうだな。俺いつもボーナスの数値とか見ないからわかんないけど、なんかマニアックとか行くと最大417って書いてあるけど、スコアが417伸びるってこと、やばくね。で、これテイルズコラボのストーリーが見れるので、まあ今のうちストーリー動画に撮っておきたいですね。今のうちに見ておかないともう永遠に見れないので。で、コラボ限定
定の総力戦ダンジョンって書いてあるんで、これ総力戦ですね。まあ、スカルリーパー来るということなんで、もしかしてあのスカルリーパー倒すやつだったら、俺ちょっとこれからねスカルリーパーの動画出そうと思ってたんで、もしかしてあれか、スカルリーパーあれ属性弱点属性火打火じゃないの、あ残火になってる、あれ残火なの、え攻撃可能な部位がいろいろ書いてあるけど、あでも75層のスカルリッパーと似たような感じっぽいですね。で難易度がすごい高いものまでできるっていう感じですね。まあ、スカルリッパーはあのアクトさんがあのやり方の動画出してたんで、それ見ると結構ね大体わかると思います。あのパーティーの連携とか、これがイベント版のこの画像、あれあこそうですね、画像ですね。でこのイベントで手に入るのがアドバンストルパニっていうことで、あこれ指輪太陽効果ですね。これすごいね、指輪に装備したらこれどっちも発動しますね。まあでも HP が 20% 以下じゃなければこっちで、まあただこの HP20% 以下の時っていうのはカジバユミとか使ったら、まあ、回復しちゃうのであんまり良くないかもしれないですね。このスタンプいいなあ。とはこれ称号もありますね、テイルズオブ総力戦金っていう称号もあるんだ、すごいね。スカルリーパー倒すとこのフルルのメダルっていうやつ、このイベントアイテムですね、交換アイテムのやつと、特定の難易度で聖樹のかけらがドロップする、まあ特定の難易度ってどこかわかんないけど、まあやってみて確かめろっていうことなんですかね。なんかグミがいっぱいもらえるそうで、イベント限定アイテム、あーなんか回復量すごいですねこれ。なんかさやっぱ85層フロアボスとか、なんか強い敵カオス凍滅戦とか戦う時、こんなに回復するアイテムいっぱいあったらすごくいいですね。まあ多分期間限定だと思うんですけど、期間限定だよね、違うのもしかして、え違う、えずっと残る。テイルズオブシリーズコラボ関連アイテムは9月9日に削除されますって書いてあるね。まあやっぱこのグミとかも9月9日に削除されると、まあとにかくこれ今のうちに周回して、でまあこれもいっぱいもらったらこれ限界突破とかできんのかな。まあそれはイベントの挑戦画面とかでスコア報酬とか見てって感じなんで。あとパネルミッションですね、前回の動画でこれもらったの、あの動画で映ったと思うんですけど、まあ、火属性ダメージが上昇するやつで、浄化の炎3なので、あれ4ってあったっけ、なんか4っていうのあれば一緒に使えますね。ダメージ軽減効果もあっていいですね。あとはこのテイルズのアバターオーダーも、このアバターもこれテイルズのコラボの期間終わったら手に入んなくなっちゃうので、俺アバターオーダーに課金したことってないんですよ、課金っていうかジェム使ったことないんですけど、これもう手に入んないんだったら欲しいなっていう気持ちがあるんですよね。まあただいつも俺同じアバターで常に同じ格好をしてるんで、まあ着替えることってまずないんですけど、どうだろうな、引きたいけどな、まあ、引くなら今のうちですよっていう感じですね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してもらえると次の動画作りのやる気が出ますでは失礼します。